パリオリンピックで注目を集めたダンスのブレイキン。先月13日にはパリで世界各国からダンサーが集結しバトルをする大会が行われました。12歳以下の部門で優勝したのは綾瀬市に住む小学5年生の女の子。世界の第一線で活躍するダンサーも認めるその強さの秘密に迫ります。川崎市内のダンススタジオ、ここではブレイキンのレッスンが行われています。1970年代初頭のニューヨークが起源のブレイキン。音楽に乗りながらアクロバティックな動きをしたりステップしたりしてお互いのダンスを見せ合うバトル文化が大きな特徴です。レッスンを手掛けるのは菊池典俊さん。 B-boy のりとして世界最高峰の大会で3連覇を果たすなど国内屈指の実力者です。また指導者としての一面も。近くの大学や自身が立ち上げたスタジオで若者や子どもたちにレッスンをするなど幅広く活動しています。自分がこう現場で出て結果を残すことによって言うことが聞きやすいっていうのがあります。だからやっぱ自分の周りでこう頑張ってる子が結果出てくのはやっぱなんかこう自分の子供じゃないですけど、でもやっぱそのそういう気持ちでは見てます。ただでもその全員が全員結果出るわけじゃないんで、こうあんまり喜びすぎないようには気をつけてます。この日ののりさんのレッスンには小さい体ながらも一生懸命練習に励んでいる女の子がいました。綾瀬市在住で小学5年生の綿井蓮さん。綿井さんは先月パリで開かれたブレイキンの世界大会バトルプロの12歳以下が出場するキッズ部門に初出場し優勝を果たした世界チャンピオンです。バトルプロっていうバトルを憧れてて、それに呼ばれたことも嬉しかったし、そこで自分の踊りを見せれたことも嬉しかったです。8歳からブレイキンを始め、そのわずか3年後にはジュニアの B ガール部門で国内ランキング12位に食い込むなどステップアップを続けている綿井さん。得意なのはパワームーブといわれる体のさまざまな部分を使って回転する動きで、ジャッジの評価を上げるために難易度が高い技の組み合わせを心がけているそうです。その中でもエアートラックスやドリルについてはのりさんも太鼓判を押しています。スピンが強いですね。空中飛んだり手で回ったりこう頭で回ったりが普通の女の子ができるレベルよりもはるかに高いレベルでコンビネーションができたりつなぎができますね。でもやっぱりその分なんかその基本的に立ってかっこよくリズムを刻むっていうのはまだ苦手な部分もありますけど、まあ練習すればどうとでもなるんで、はい。パワームーブはかっこいいしやっていて一番楽しいと話す綿井さん。11歳ながらブレイキンに時間のほとんどを捧げてこられたのは家族の支えがあったからでした。こんばんは。よろしくお願いします。綾瀬市内にある自宅、綿井さんは家の中でもブレイキンの練習を毎日欠かさず行っていて、大好きな熊のぬいぐるみを相手に見立て技術を磨いています。練習を見つめるのは父親の恭平さんと母親の晴美さん。もともと子供にはダンスをやらせたいと思っていましたが、綿井さんはあることがきっかけでブレイキンに目覚めたといいます。いろいろダンスができる、いろんな種類ができるっていうところに最初行って、あまりハマらずこのままだとやめんのかなと思ったところで、うちで YouTube をつけてウィンドミルを自分たちでやったんですよ。そしてできた時の喜びでパワームーブやりたいってなって、それでブレイクダンスにすごいハマったっていう感じです。
ブレイキンを踊る姿はクールで力強い印象がある渡井さんですが、両親によると実は人見知りな性格で、家の中ではダンスのショート動画を撮影して10歳の弟と楽しむなど子供らしい一面もあります。踊るのが楽しい。学校の友達とか、なんかつながったりしてあれ見たりしてる。外だと全然喋らなかったりとか、割と同世代の子も同じダンスやってる子多いんですけど、あまり入っていくのは苦手ではあるんですけど、家だともう変な顔したりとか、もう全然子供らしい一面もあるっていう感じですかね。バトルして勝敗を決めるブレイキンは、渡井さんの性格を考えると最初は心配もありましたが、日々頑張っている姿を見て気持ちに応えてあげたいと思うようになったといい、今では渡井さんにこんなアドバイスも。ダンスであれなんかフリーズをしっかりなんか止まったり、あと腰を下げないでやってとかいうの細かいところをあれ指摘するのが厳しいと思って。週4回レッスンに通う渡井さんの送り迎えや食事の配慮など、家族一丸となってサポートしながらも、両親は学校生活やブレイキンを通じて人として成長していってほしいと願っています。人としっかり挨拶ができる、上の人に敬語が使えるとか、もう人に優しくできるとか、もう本当普通の願いなんですけど、一番人間として心大きく育ってくれたらいいなと思います。この先続けてくれるならとことん応援はするし、いろんな方向があると思うんですけど、これやってきたことが何かにつながってくれたらすごい親としては嬉しいなと思いますし、とにかく全力で応援はします。自分のダンスをまた見たいと思ってもらえるダンサーになることが目標の渡井さん、その目線は世界を見据えています。かっこいい会場で踊れて嬉しかったから、また踊るそういうところで踊れるように、でも言葉とかを喋れるようになりたいです。ブレイクダンスでいろんな国に行っていろんな人に出会いたいです。スーパー小学生、本当にキラキラ輝いていますよね。いろいろな国に行って多くの人に出会いたい、すでに海外のライバルの存在に渡井さんは刺激を受けているんでしょうね。また取材したスタジオには県外から通う子もいるそうで、家族の支えといい指導者に巡り合うこと、そして何より本人が本気であることが大事なことだなと感じました。また指導するのりさんは来月ブラジルで行われる世界最高峰の大会への出場が決まっています。2人の今後の活躍に期待したいですね。